村地香織は日本のギタリスト、東京都台東区出身、同じくギタリストの村地像一話実定。村地香織は1978年4月14日に生まれた。3歳から父、村地のにギターの日々厳しい特訓の手ほどきを受け、その後10歳からは福田真一に支持した。1989年の日本ジュニアギター教育協会主催。 日本ジュニアギターコンクールにて最優秀賞を1991年の学生ギターコンクールにおいて全部門通じての最優秀賞を受賞。さらに1992年にはブローウェル国際ギターコンクールと東京国際ギターコンクールで優勝している。1993年津ダホールにてデビューリサイタルを開催し同年にアルバムエスプレッシーボを発表しデビュー。 翌く1994年には、日本フィルハーモニー交響楽団と共演、競争曲デビューも果たしている。なお、デビュー時には、若さという付加価値に頼らずに、あくまで音楽そのものを人々に伝えたいとの思いの、もと、実現例を公表していなかった。1995年には、第5回出光音楽賞を最年少で、1996年には、村松賞を受賞している。 同年5月、イタリア国立放送公共楽団の定期、演奏会に招待されて、トリノにおいて共演し、ヨーロッパでのデビューを飾った。女子生学院中学校、高等学校を卒業後の1997年より、フランスパリのエコールノルマル音楽院へ留学、プロとしての音楽活動を一時休止し、アルベルト・ポンセに支持する。1999年には、 テレビ番組の収録を通じて、ホワキン・ロドリーゴと亡くなる半年前に対面、彼の前でその作品を演奏する機会を得ている。もともと強く志して、プロになったわけでなかった村地は、留学を通して、自らを見つめ直すことができたと、日立ソリューションズのインタビューに答えて実0している。同1999年、エコール・ノルマル卒業と同時に帰国。 本格的なソロ活動を開始し、NHK 公共楽団をはじめとする国内の主要オーケストラとも共演を重ねる。2000年、ドイツのフォーグラーカルテットと室内学の日本ツアーを行う。同年、韓国のソウルアートセンターにて初の韓国リサイタルを開催。2001年、スペインのバレンシアにてロドリーゴ室内還元楽団と初共演。同年、初の DVD。 コントロスティスをリリース。2002年、ロドリーゴ生誕100年を記念し、同学団と日本ツアーを行う。2003年、フォーグラーカルテットとの2度目の日本ツアー、韓国ソウルアートセンターでのリサイタル、そしてイタリア国立放送公共楽団とのトリのフィレンツェでの共演とそれに続く日本ツアーを行う。同年11月、A デッカレコードと、 日本人初のインターナショナル長期専属契約を結ぶ。2004年、ホセマリアガジャルドとのディオリサイタルツアーを行う。撤回席後、第1弾、アルバム、トランスフォーメーションを発売。その記念ツアーを、日本全国で展開する。ラファエル・フリューベックデブルモス式の、読売日本交響楽団とロレンツォ・パルモの、アンダルシアのノクターンの日本初演を果たす。2005年、 LG アートセンターた2箇所を回る韓国ツアーを行う。上海音楽庁で上海公共楽団と共演し中国デビュー公演を果たす。スペインにてバレンシアオーケストラとアランフェス競争曲を演奏。トランスフォーメーションをヨーロッパ、韓国、香港をはじめ世界発売。同年10月、右手跡と骨間神経麻痺により演奏活動を休止、治療。 西洋に入る。2006年1月、復帰して、すぐに、フランス、なんと音楽祭に参加、レコーディングも再開する。同年4月、アメリカ西海岸での初リサイタルツアーを行い、アメリカデビューを果たす。2007年4月、大阪国際フェスティバルで、ロドリーゴ作曲による日本のギターのための、マドリガル競争曲を、アンヘル・ロメロと共に演奏。2008年、 第9回ホテルオークラ音楽賞を受賞。同年4月、ベトナム国立公共楽団の定期演奏会に出演。7月、ケバントハウスバッハオーケストラと日本、韓国ツアーを行う。8月、スペインサラゴサバンパクのジャパンデーにて渡辺サダオと共演。10月、トゥールーズ室内ガス相談と現地にて共演した後、日本ツアーを行う。2009年、 稲本京、藤原道さん、三協会、英鉄風雲の会と共に玉京を結成し、2月にサントリーホールにて第1回公演を行う。10月、ドイツ人テノールのヤンコボート、シューベルと美しき水車屋の娘を中心としたリサイタルツアーを開催。11月、韓国ソウルアートセンターにてアンサンブルジットのリーダーであるビオラ奏者、 リチャード・ヨンジオ・オニールをゲストに迎え、リサイタルを開催。2011年11月、再び右手やと骨間神経麻痺の治療により、演奏活動を一時休止。2012年2月、復帰。2013年7月22日、絶腫瘍に罹患していることを公表し、治療のために長期休養に入ることを発表した。2014年7月24日、 自身のオフィシャルサイトにて以前より交際していた一般男性と結婚した旨を公表した。2014年9月、吉永さゆり主演の映画、不思議な岬の物語のイベントに出演し、演奏活動を再開。2019年12月23日発売の初 S イ本、いつの間にかギターとの中で2018年に離婚したことを綴り、明らかにした。 ありがとうございます。